ということで、鳥取砂丘湖南空港到着です。鳥取といえば、湖南の作者青山剛昌先生の出身地。思った以上に湖南くんですね。湖南くんが鳥取の名所を紹介してくれてます。空港の中にトリックアートのコナン君。探偵事務所の下にあるポアロに安室さんと毛利のおっちゃんがコーヒーを飲んでました。あ、写真撮れるんだ、すごっ。赤井さんもいらっしゃいました。窓に貼られているシルエットのキャラクターなんですね。キッドだ。Pronounce me library。これあれですね。単行本の背表紙のところにあるコナン君の表情ですね。おお、すげえ。作中のトリックを再現するものまでありました。すごいな。空港の出口のところには怪盗キッド。鳥取空港の正面も見事なまでのコナン君。おお、はよ。日本最大の池である小山池です。面積は 6.9 平方キロメートルということで、富士五湖最大の山中湖よりも大きい池になっているそうです。雄大です、すごい。それではバスに乗って目的地へ向かいます。白兎海岸です。大迫力。到着しました。白兎神社です。恋人の聖地とも言われてるみたいです。白兎神社は古事記にも登場する稲葉の白うさぎ白兎神を祀っている神社です。稲葉の白うさぎの砂の像までありました。芸術的。とてもご立派な社殿です。白兎神社から日本海もよく見えます。ちなみに白兎海岸も稲葉の白兎の舞台となっていたそうです。知らんかった、知らんかった。白兎神社の横にあった道の駅の中にある砂場コーヒーでちょっと休憩しましょう。砂場コーヒーの砂焼きコーヒー。ということでバスに乗って鳥取駅に戻ります。鳥取駅到着しました。ホテルに荷物を置いてご飯食べに行きましょう。本日のお宿ドロップドロップイン鳥取さん到着しました。なかなかおしゃれ。中に入りました。ドミトリータイプですが、1階にラウンジが併設されていて部屋もそんなに狭くないですね。快適快適。共用のシャワールーム、結構綺麗です。洗面台は2つ、コインランドリーが1つ、そしてこっちにも洗面台を4つに共用のトイレもあります。こんな感じでラウンジもついてます。鳥取県のホームページにも掲載されていました村上水産さん、行ってみましょう。
桃サエビのお刺身に到着しました。あの卵とチコは後ほど唐揚げにするそうです。へへおい、モサエビの唐揚げです。揚げてもらいました。すごい香ばしい匂いがします。いただきます。うん、まいの鳥の駅前にはこんなアーケード街があるんですね。それでは明日に備えて寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。雨予報だったんですけど雨は降っていません。ありがたい。鳥取砂丘へ向かいます。稲葉の白ウサギはヤカミ姫アニメとして、なんかこんなキャラがアニメをやっているそうです。この真ん中が稲葉の白ウサギですね。鳥取砂丘到着です。バスにポケモンのサンドが書いてあってめちゃくちゃ可愛い。砂丘だからね。鳥取砂丘でけー。鳥取砂丘、東京ドーム820個分の広さがあるそうです。広いね。あそこにあるのが鳥取砂丘のオアシスですね。ちなみに砂は雨が降ってるからか結構こう踏み固められてる感じがします。なのでズボッて入る感じはしないですね。一面砂なのに本当にこのオアシスの部分だけちょっとした緑と水があります。なんでだ、すごいな。入り口から下って、ここが一番深いところですかね、鳥取砂丘の。そしてこれからこの馬の背を登っていきます。これ伝わるかな。えぐいぐらいの急角です。登っていきましょう。めちゃくちゃ綺麗。目の前には日本海が見えてます。すごい、すごいな。わかるかな。そこが砂丘の入り口です。この辺、この辺が入り口で、こう下ってきて、今最後ね、この急坂を登ってきました。すごい。ちなみに今日は平日だからか、はたまた雨が降ってるかは分かりませんが、一応ねラクダに乗れる体験コースですとか、あとはなんかセグウェイのコースとか、あとはサンドボードとか、なんかパラグライダーなんかもねやってるみたいですよ。パラグライダー気持ちよさそうですね。こっからバーンって飛び立つのかな。ちなみにこの鳥取砂丘の砂は持ち帰ることはできません。あと砂に文字書いたりするのもダメです。こちらが馬の背。確かに馬の背っていうのがわかるかもしれない。なんかこうなってるんですよね。海岸線からこう上がってきて、このこっちだね、オアシスの方でこう下っていくと、まあ、そんな感じになってます。砂はちょっと粘土質だけど、なんかめ
ちゃくちゃ細かいな。すごい、わかりますかね。めちゃくちゃ細かい砂の粒。雨が降った影響か、結構砂はしっとりしてますね。なんか肌触りがいいな、この砂。こういう急坂あるある下る時の方が怖いおお、すごくすごい。いやー、お見事な景色でした、鳥取砂丘。ということで、お昼ご飯食べていきましょう。お昼ご飯で行こうと思ってた大輝さん、残念ながら本日予約分で売り切れらしいです。あらー、鳥取砂丘の隣にある砂の美術館入ってみましょう。料金は大人800円、撮影は OK ですが所要利用はダメということなので、自分の目で楽しみます。いや、圧巻でした。すごかったな。砂と水でなんか巨大ないろいろな展示物を作ってたんですけど、今回はこちらにも書いてある通りフランス編ということで、フランスのね、ノートルダム大聖堂ですとか、ナポレオンの戴冠式とかね、結構ウォーっていうのがね、いっぱいありましたね。すごかった。バスに乗って鳥取駅に戻ってきました。ご飯食べに行きます。鳥取駅から徒歩15分、鳥取なのに北海道と名の付く回転寿司屋さん、行ってみましょう。いやー、うまかったですね。てかネタがでかい、ちょっとびっくりしました。あら汁も無料ですし、これで2000円台はちょっと安すぎますね。鳥取駅に戻ってきました。少し休憩しましょう。鳥取駅はこんな感じ。改札が有人改札です。改札機がないですね。鳥取といえばの砂場コーヒー、ラクダの絵柄がめちゃくちゃ可愛いです。
ということで1時間ばっかし休憩できました。この後はちょっと予定がありますので、今日の夜ご飯か明日の朝にワンアップ。おはようございます。3日目の朝です。鳥取の通りには稲葉の白うさぎをモチーフにした像が飾ってあります。針金でできた音楽家、おしゃれー。ということでまずはバスに乗って鳥取城跡前を目指します。わらべ館前で下車しました。乗るバス間違えてたけどセーフ。今日は天気がいいのでお堀の景色も鏡張りになってます。かっこいい。国指定の重要文化財に指定されています神風閣です。るろうに剣心のロケ地としても知られているそうです。それにしても青空に白がよく映えてます。綺麗ですね。奥には山々も見えます。鳥取市が山に囲まれているところっていうのがよくわかりますね。この山に石垣がこのように積み上げられています。本当芸術ですね、この積み上げ方は。鳥取城の天球丸跡から見える景色と偉大な大きな日本の木です。熊出没注意の看板、危ないだろう。やめる、戦略的撤退をするか戻るか。よいしょ、なかなか刺激的な急坂だ。よいしょ、5合目まで登ってきました。この先熊目撃情報多発、マジですか。5合目付近まで登るとこんな感じの建物が出てきました。これなんだろう。ラストスパート。到着、鳥取城跡附属大角平、わかんない。おお、これは素晴らしいですね。日本海が一望できます。お、あれ鳥取砂丘じゃない。おお、すごい、一気に涼しくなった。こちらが鳥取駅方面、登ってきましたね。だいぶすごい、これ以上上には進めません。ということで下山してきました。いや、なかなかの山道でしたね。途中結構滑るところもあって何回か滑りました。結構危なかったです。ではお昼ご飯を食べに行きましょう。なんとも立派な建物のわらべ館、童謡やおもちゃをテーマとした博物館みたいです。こんな卵型の可愛らしいモニュメントも置いてありました。鳥取市内を流れる袋川です。のどかでいいですね。和牛が食べられるという焼肉牛王鳥取本店、行ってみましょう。到着しました。希少部位三種ランチです。ランプに貝の身、そしてサーロイン、すごい。
ということで鳥取駅に戻ってきました。この後は列車に乗って米子まで移動していきたいと思います。そちらの方も別に動画にしたいと思いますのでよろしくお願いします。ではこの動画はこちらで以上となります。また次の場所に移動したいと思いますのでよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。